1番、2番、5番、3番、4番、6番、第9レーススタートしました。1周1マークへ向かいます各選手ですが、スタートは判定中となっています。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。第1段マーク内から1号艇の小山が先行しています。あとは内をついていまして2号艇一柳ですが、このレースはフライングがありまして、4番の佐藤と6番の上野、4番佐藤、6番上野両選手がフライング変換欠場です。4番6番に関します投票権はすべて払い戻し返還、お手元の投票権大切にお持ちください。123ダッシュ456スタートを切りました。3コースから好スタート、3号艇の田村圭、少し覗いていますが内側に艇も追いついていて、1号艇が先前、3号艇は外前追走、2コースから差して2号艇ストーです。スタートは前傾正常でした。1号艇前澤トップ、2番手のところ2号艇ストーが一歩リード、それを追っていく3号艇の田村が現在3番手、あとはインコースから4号艇6号艇最後方5号艇となっています。2マークは1号艇前澤の後ろ、2号艇のストーですが、4号艇を回してから差しハンドル、少しサイドがめくれました。そして4号艇3号艇ちょっと交錯がありました。前の2人、1号艇前澤、2号艇のストー、3番手のところ4号艇武田一歩リード、それを追っていくインコース6号艇藤田、アウトコース3号艇田村です。2周の1マーク、1号艇の前澤から2号艇のストー、3番手6号艇の藤田を行かせてから内をさばいていく4号艇の武田です。その後ろでは3号艇キャビってしまいまして、最後方前交代になっています。上位は1番2番4番、その後ろ6号艇5号艇続いています。3号艇の田村ですが2周1マークのところで止まってしまっています。エンストでしょうか。上位勢は2周の2マークを回ります。1号艇の前澤から2号艇ストー、3番手4号艇の武田となっています。上位は1番2番4番です。なお3号艇の田村圭ですが2周1マークエンスト失格となっています。ボートレースハマラコのテレシズサマーカップは開催4日目、予選最終日を迎えています。現在の得点率トップは青木源太の 9.00、 準優ボーダー18位は渡辺信弘の 5.75 です。競争水面上は予選最終日のオープニングカード、第1レースの予選競争を迎えています。対戦メンバーは1号艇坪内稔、2号艇加藤彩、3号艇大橋純一郎、4号艇鈴木雅樹、6号艇富永雅人の5選手、5号艇寺島優が欠場の5艇立てとなっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。第2レーススタートしました。5号艇伊藤がいい出しがついた1マークでありますが、インセンター4艇も抵抗十分で揃った。海老沢はまずはコーナー先手、3号艇の赤いセリナが先に動いて5号、おっと1号艇フラットして3号艇と交錯加減から後方5番4番あたりバックへ入った。イン主導権握りました1号艇の海老沢康之、果敢にいった3号艇の赤いセリナ、若干交錯ターンの方が膨らんでいるが、5号艇後方からは伊藤博明、2番手の激戦状態は5号艇が3号艇をブロック気味に回る。創生展開の感激を4号艇コンセントられていて、4号艇の柳井啓太でありますが、3号艇の赤いセリナも踏ん張っているか。現在は体型1番5番3番の体型です。3号艇が内面にラインを変えていきますが、5号艇は揺さぶりをかけながら回さない。3号艇の赤いセリナしかしながら回れるスペースがあったか、うまく回っていったが、5号艇の伊藤の方がかすかに前ですが、へさきかかっている3号艇の赤いセリナ、
伊藤か赤いかという2番手で混戦状態も尻目に1号艇の海老沢康幸独走固めて3号艇赤いがコーナー先に回り、おっと手前で前の後席にもろに乗ってターンが流れて5号艇の伊藤は冷静にさせています。ただやはり女子レーサーの軽量という面なのか分かりませんがサイドが外れ気味でも意外にボートは返ってきていて、さあ5号艇の伊藤に3号艇中井セリナが食らいついています。伊藤博明がここをし、おっと危ない、3号艇これは転覆失格か、4号艇の柳井がジャンプアップ、さあアクシデントがありまして残念ながらお知らせいたします。3号艇の赤井セリナ選手は転覆失格でしょうか、3号艇は失格に敗れます。1番6番2番ダッシュ3番4番5番の並びです。予選第4レーススタートします。4号艇の富吉勢いある1マーク3号艇北山那が抵抗を引っ掛ける展開となって、3番4番あと霧代がなくなって5号艇岩永絶好展開、3と6号艇切り込んできたバックへ入った5号艇の岩永願ってもない展開が巡ってのコース回りだったんですが切り込んでいる3番4番あたりが仕掛け合いの展開となったが4号艇の富吉やはり加速力は光るコース上記抜群の62号機ですが前提スターター正常、3番手2号艇の関根がくるっとボートを回したこの6号艇入り込んだ田中克也一気ここ向いてからシュッと抜けてくるような出足の雰囲気の良さはあったが田中和也上位は5番4番6番の体系バケート6号艇の岩永雅人から4号艇の富吉優馬3番手2号艇絡んでいきますがこれは回さない思い切る出口で果敢にボート返ってきて6号艇田中和也は一気に前の4号艇の富吉にも襲いかかる雰囲気先ほどの2マークのターンの切れ出口の軽快さこれはなかなかの出足をしているが6号艇の田中和也対して伸びた4号艇の富吉をトライとする6号おっとしかしまさかのここ振り込み2号艇も激突危ないヒヤッとするシーン3号艇の北津アンナが3番手にジャンプアップという展開で上位は5番4番3番体系です。なお残念ながら6号艇の田中和也転覆失格に敗れました。1番2番3番4番5番6番の進入です。予選特徴競争級です。スタートしました。センターから3番4番6号艇高田中チルトサンドでグググッと出ていった山本健二1号艇ブロック、そして後方から4号艇がうまく間を割って3号艇が真ん中から2号艇もコンパクトに回っているが1号艇ブロック決めた皆川哲平のイン逃げ2番手争いは2番3番4番激戦状態5号艇インコースからは久田武史も絡んできています。先手スタートは正常でした。2号艇の渡辺博樹が2番手ターン5号艇食い込んでくる前を取りながら3号突っ込む、おっと5番2番あたりが絡んだ激突6号艇の真ん中割るように3号艇木谷健太でありますが一定残念ながらこれは現在立ち往生というような形でしょうか。3号艇の木谷残念ながら2号艇の渡辺選手一周の2幕接触あったかアクシデントがありました。引っ掛けてあります。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第9レース予選特勝スタートしました。4コース5コースが鋭いスタートですが7をただいまのスタートは審議中ただいまスタート審議中対象は4号艇の酒井陽介選手です。ただいまのスタートは審議中です。ご注意ください。対象は4号艇の酒井陽介選手その後ろには3番5番2番6番1番と続いております。ただいまのスタートは審議中です。お知らせいたします。この第9レース4号艇の酒井陽介選手フライング変換です。4番に関します船券は変換となります。お手元の船券お確かめの上大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番となりました。3秒前今スタートしました。センターでコースアウトは3号艇上の角から4号艇の小野寺5コース5号艇今度4号艇3号艇4号艇5号艇さってそろっと3号艇アクシデント発生
ここはインから先手は1号大手の佐々木、2番手点がついている大手の藤井、3番手思いっきり攻めた5号大手の近藤、その候補は4号大手と6号大手、1マーク3号大手の上村に明けた発生です。一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界1号大手の佐々木、2番手は2号大手の藤井、3番手もある5号大手の近藤でスタンド側です。上位の台形1フタ5、レースはこれから2周目と移っていきます。1マーク自己定レスキを避けての旋回となります。ここでお知らせいたします。3号手の上村慎太郎、1周1マークにおきまして落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかに3コース5コース、3号艇5号艇あたり好スタートでありますが、内よりもしっかり伸び返す。1周1マーク逃げる1号艇に2号艇が張って外行った。張られた3号艇差し替えて遅れて空いた内を4号艇カナダが差しています。バックストレッチは押し切って先頭は1号艇井上、2番手は2号艇の佐々木、3番手に4号艇カナダ優勢、外に開いて5号艇いい打ちがつけます。スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回の1号艇井上で、2番手内から4号艇カナダを握って包んで、2号艇の佐々木が2番手一気に抜け出して3、4艇身リード。上位体系1番2番3番手争いが注目。今6号艇小川が優勢で、外から5号艇井内、間割るように4号艇カナダがつけて2周の1マーク。最内から6号艇の小川が先手を取って、4号艇カナダがその内を狙って、5号艇は前詰まりになった。バックストレッチ、さあ3番手争い、それでもまだ3艇混戦続いていまして、真ん中の6号艇小川がわずかに優勢、ピタリと捉えた。内から4号艇カナダ、外から内へと後ろ切り返してきた5号艇のいい打ちで2周の2マーク。その切り返しの5号艇いい打ちが先取る。4号艇6号艇ともにスピードに乗って刺してくるホームストレッチ。3番手争いは今、今度は4号艇のカナダが一艇身前、すぐ後ろで6号艇の小川、3艇身遅れた5番手に5号艇のいい打ちとなって、目下体勢1対4。レースは最終周回の1マークで、トップは逃げた1号艇井上、2番手は2号艇の佐々木、3番手4号艇カナダを追って握って、6号艇小川のつけ前は逆に前に出て逆転の一定心優勢、前を締めていく。それでも内から立て直し、へさきでかけて粘る4号艇のカナダ、さらには内から5号艇いい打ちも詰め寄る。混戦続いてラストターンマーク、トップは1号艇井上、2番手2号艇の佐々木、3番手最内から5号艇井内が先に回ったが危ない、かみってアクシデント。煽りを食ったのは4号艇で、3番手には6号艇小川、126先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番がゴールイン。お知らせいたします。5号艇の飯内正太郎は妨害失格、4号艇のカナダ幸子も失格となりました。今風はホームの向かい風、緩やかに渡っています。開催3日目の宮島林カップ、迎えたカードは終盤戦第10レースの特賞競争です。1号艇が飯内正太郎、3号艇中渡修作、4号艇江本慎二、5号艇森岡真希、6号艇平田忠則、2号艇金田幸子は前半レース負傷のため欠場しております。5艇立て。予選3日目のスカパー JLC 杯徳山ルーキーシリーズ第12戦、競争水メンバー予選の9レースを迎えました。多少手段の前方に6番の島川ですが、コース争い大きな動きはありません。9レースの予選競争、このレースは2番の中山翔太負傷のため欠場となります。2番の中山翔太負傷のため欠場となります。
番、3番、2番、4番、5番、6番です。スタートしました。今から1号艇の倉持がバチッとスタートを決めている。あとは4号艇の中谷が出ていきながら1枠、1号艇の倉持がインから逃げて2コースから3号艇中澤が刺す。4号艇の中谷はアクシデント発生となりました。外を回った2号艇の間庭が2番手につけ、上位の体型1番、2番、3番、スタートは前提正常でした。なお4号艇の中谷智子が転覆のため失格となりました。風は南の2メーターほど、気温は30度を指しています。予選最終日の戦い、サンライズ Z 戦の第5レースです。なおこのレースに出走予定でした5号艇中川里奈選手は過日号のため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、6番の並び、スタートしました。サンライズ Z 戦の第5レース、4番、6番とダッシュ2人がいいスタートを1幕、逃げる1号艇の日高をまくる4号艇の前田咲、まくり出していく6号艇の香川元子、まくった4号艇の前田が先頭。スタートは前提正常でした。先頭4号艇の前田咲、2番手が6号艇香川元子、3番手は2号艇高畑四季が続いて2幕、トップで4号艇の前田を折り返した後、あちょっと4番がもたついてしまった。先頭は6号艇の香川がリードを奪っています。先頭は6号艇香川です。その後ろ2番手が2号艇高畑と1号艇の日高の競り合いとなっています。なお4号艇の前田咲現在構想ストップ中、向こう正面先頭は6号艇の香川元子が抜けます。その後ろ2番手は2号艇の高畑四季が1本前、前の2人は6番、2番の体型となっています。2周の2マーク、ここは構想ストップ中の4号艇の前田を避けての慎重な旋回となります。6号艇の香川元子です。2番手は2号艇の高畑四季です。そして3番手が1号艇の日高いつこ、最高峰となる4番手に3号艇弘中千さえ、なお4号艇の前田咲エンストのため失格、4番エンストのため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。進入固定の第7レース、1番、2番、3番、そして5番と出ていきます。1幕、逃げる1号艇の岩崎よしみ、3号艇の高田がまくる、刺すのが2号艇堀の内に4号艇の鎌倉、向こう正面1号艇岩崎逃げています。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の岩崎よしみ、2番手は定段、4番、2番、3番がびっしり並んで2幕、トップは1号艇の岩崎、2番手握って回ってきた2号艇の堀之内、その内側から4番、そして3番とホーム側です。2番手は2号艇の堀之内がリード、すぐ後ろに4号艇鎌倉涼、レースは2周目に入りました。先頭は1号艇の岩崎よしみ、向こう正面と抜けます。そして2番手が2号艇の堀之内清子、ちょっと詰まったか、その内側から3番4番と入っています。さあ2番手がまた競り合いとなってきました。2号艇の堀之内、3号艇の高田、そして4号艇の鎌倉、もつれ合う格好で2周の2幕、焦点は2番手の争いです。3号艇の高田が先行する、外が2号艇堀之内、内側から4号艇鎌倉、2番手は3番、2番、この2人が並走でレースは最終周回です。なお後方では1点アクシデント発生、現在5艇が競争中、先頭は1号艇の岩崎よしみが最後のバックへと抜け出していきます。なおこのカード6号艇の川原恵美転覆失格、6番が転覆失格となっています。これはいけません。
1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。あまり差はありません。わずかにスタートしてから4号艇6号艇あたりが出ていきますが、一周の1マークは先前1号艇の松尾、3号艇が外行って2号艇4号艇差してくる間を割ってくる5号艇、左内から6号艇も旋回バックストレッチ。さあ前をさっと締めて先頭は1号艇松尾が2艇身リード、その後ろで2番手争い3艇、内から4号艇2号艇5号艇並んで後ろに差がなく6号艇3号艇。スタートは正常。一周2マークトップ旋回の1号艇松尾、2番手先手を取った4号艇浜本の後ろ6号艇がくるっと回ってそれを指して5号艇の岡瀬。第27回オーシャンカップ注目の優勝戦第12レースを迎えます。シリーズ6強です。1号艇椎名豊、2号艇稲田浩二、3号艇丸岡正則、4号艇太田和美、5号艇桐生純平、6号艇片岡正弘です。足が来て流れも来てあっという間のポールポジションです。チャンスは逃しません。1号艇椎名豊がここはインコースを進入、人気の中心、地元で掴んだ SG ファイナルです。スローからでも怒涛のイナダッシュ、2号艇の稲田が2コースから、常に穏やか心は捨てて絶品のハンドルを繰り出します。3号艇丸岡正則がセンター3コースということになりそう。実績は言うに及びません。ここ一番で怪物特化します。4号艇の太田和美が引っ張る形か、お柵の中に光を見出したか、音速のターンで睡眠を魅了します。5号艇は桐生純平、結果を出したいその思いでここまで来ました。枠は不利でも狙います。6号艇片岡正弘、スロー3艇ダッシュ3艇、オーシャンカップの頂上決戦です。3対3のスタイル、ホームは向かいの風、6メーターから7メーターの状況です。スタート10秒、台形1から1番2番3番4番5番6番です。ただコースタートを決めたのは1コース1号艇のシーナ、ダッシュからは4号艇5号艇も迫って2号としますが、先頭との1号艇のシーナ、2号艇の稲田が渾身の差しのハンドルですが、わずかに届かないか。先頭は1号艇のシーナ、2番手追走2号艇の稲田、3番手からは4号艇の太田、4番手以降5号艇3号艇6号艇が続きます。なおスタートは全体正常でした。2番手トップでクリアは1号艇のシーナ、2番手ボンバースタは2号艇の稲田、上位体系1番2番手、3番から3番4号艇5号艇、インコース外は5号艇の桐生、アウトからは4号艇の太田、後方3号艇6号艇となっています。2周目で入りました。先頭は見事なトップスタート、堂々押し切った1号艇のシーナ、2番手追走2号艇の稲田、5号艇外から連なるは桐生純平で、上位体系は1位、4番手に3号艇、4号艇、2艇接戦で、後方からは6号艇、片岡となっています。SG 挑戦、3度目の正直で、どうやらまだ見る頂点へと一気に駆け上がるか、1号艇のシーナが、2周に回ったターンからホームスレッジ、2番手追走は2号艇、稲田、3番手に5号艇の桐生で、内側からもう一度、4号艇の太田、押し上げますが、上位体系は1番、2番で最終周回です。優勝モーター引かれました。そのパワーきっちりと引き出して、自分でも驚くほど抜群の回しへと仕上がりました。あとはきっちり逃げるだけ、その言葉まさに有言実行です。この春にはグロスを教えてもらったグループの先輩山崎智也さんがインパイ、
あまりにも突然のことで心にぽっかりと穴が開きましたが、その穴を尽きない感謝の思いで埋めて、本日は僕がスターになります。自らがドラマのような6日間、その主人公と化します。友也さんは持ってます。いやいや、あなたも持ってます。重圧も乗り越えてろ。 SD 初優出、初優勝おめでとう。先頭1番の椎名豊、優勝の五輪、2着2番稲田五輪、3着は5番桐生五輪、4番3番五輪、ラスト6番の片岡五輪。以上、尼崎第12レースでした。お疲れ。